皆さん、こんにちは。車の雑誌のチャンネルでございます。本日はどのような車をご覧になりにいらしたんですか今日の話題をご案内させていただきます。BMW は、50代の限定車 m 3 5 0 s ア Anniversary Limited の注文の受付を開始しました。日本未導入の MT 車発売。BMW は、 BMWM 社設立50周年を記念した限定車 BMWM350S Anniversary Limited の注文の受付を BMW オンラインストア限定で2022年5月24日から6月15日午後11時59まで実施する日本国内において50台限定での導入となり限定台数より注文数が上回った場合には 抽選により2022年7月半ば頃までに当選者を決定する。納車開始は2022年第3四半期以降を予定しているという。BMW M3 はサーキットでの圧倒的な走行性能を持つハイパフォーマンスモデルでありながら、4ドアモデルとして日常走行での実用性を高次元で融合させたドライビングマシン。 今回発表の BMW M350S Anniversary Limited は BMW M3 において日本未導入のマニュアルトランスミッションを装備し限定モデルにふさわしいモデルとなっている BMW M350S Anniversary Limited は BMW M50 周年記念バッジフロントリアホイールを装備フロント19インチ リア20インチの M ライトアロイダブルスポークスタイリングのホイールが足元を引き締める。また、レッドキャリパーや M カーボンミラーキャップなどのアクセントがこの限定車の存在感を強調。ボディカラーはアルピンホワイト20代限定、ブラックサファイア20代限定。1987年から1989年に M3 に採用され、 ヘリテージを表現したリバイバルカラーであるシナバーレッド10代限定の3色が用意される価格税込み配359万円